ソレヤ心理カウンセリングセンターの高間です。今日のレターのご紹介です。こんばんは。ラジオや質問箱、いつもありがとうございます。ブログで読んだところ、カウンセラーも安全基地になりうるとのことですが、高間先生と仲良くなれば安全基地になるということでしょうか。変な質問なので NG でしたら読まないでください。汗。私と仲良くなるというか、関係性ができれば、要は安心できる関係性になればいいということなんですね。安心できる関係性になれば安全基地になるということですね。ソレアに1年ちょい通って、こちらのクライアントさんなんですね。いつもご苦労様です。1年ちょい通って悩んでいた身体化もほぼ落ち着き、よかったですね。びっくりするほど効果があったと思ってます。いや、それはびっくりしますね。私もびっくりです。愛着障害だったことも分かり、先生のご指示通り安全基地の構築を頑張りたいなと思っております。はい、頑張ってください。安心感が一番大事ですからね。きっとカウンセリングも安全基地にはなってると思うのですが、その通りです。やはりまだどこがぎこちない、完全に安心できるとは言えず、そうでしょうね。もどかしい気持ちです。しょうがないよね、それは。私が極度の人間不信のため失礼します。それはしょうがないからね。いつかなんかその辺が溶けてくるとね、いいですよね。私がは友達がおらず、普通の人が、人とどうやって心を開いて仲良くなるのか分かりません。それカウンセリングしていればね、だんだんと分かりますよ。あ、こういうことなんだなというね、どうしたらいいでしょうかって書いてますけど、カウンセリング継続してくださいね。全く別件なのですが、ふとこの間思ったんです。サイトで延べ2万人も治療されたと紹介されていて、2万人なんて私の田舎の人口より多いなと思いました。町の救世主ってやばくないですか？漫画の主人公みたいですね。笑い。これからもよろしくお願いします。これね、なんていうのかな、言葉のあやなんです、これ。延べ2万人って言ってるから、これ正式人数からすると、何かわからないんですよね。多分1000人ぐらい、2000人、わかんないけど、この話を書いていたのは多分いつぐらいですか？ 2、3年、4年ぐらい前、4年ぐらい前なんですかね。ということは、今で言うと延べどれぐらい行ってるんですかね。延べ3万人とか、もっと超えてるのかな。延べ人数ですから、正確に言うとセッション数なんですね。だから、延べ2万人というと、2万セッションしたということですね。2万セッション。それでも多いのかな。多いか少ないかわからないけれども、それぐらいあって、それから何年か経って、今、3万セッションぐらいなんですかね。どうかな？ちょっとわかんないですけど。だからこれね、人数で出しなさいって言われると、すぐには出てこないんですよ。エクセル管理してないからね、すぐには出てこないっていう。でもね、セッション数はね、記録してるんですね。だから、そういうことなんで、この延べ2万人というのは2万セッションっていうことですね。当時なんかブログを書いてた時に、延べ人数で書いたらどうかみたいな、
話がどっかにあったので、そのままこうそのやり方を使わせてもらって、なんかこういう誤解を与えてしまっていて、なんかちょっとね、申し訳ないなって思ったから、もう何年前かからはこの表現使ってないですよね。はい。まあ、話はそれましたけれども、まあ、身体化もほぼ落ち着いてきて、で、あとは安全基地ね、こう、構築していくという、この一番大事な作業にね、取り掛かっているということですから、カウンセラー通して、まあそういうものをね、構築していってください。今日はね、日中は風だけで雨は降ってなかったんですが、今見たらね、結構強い雨降ってます、関東地方。これからなんか強くなるんですかね。安全に気をつけてね、お帰りください。私も、ちょっとカッパを着て帰ろうかと思います。それではまた。